世界の坂本と評された音楽家の坂本龍一、坂本龍一さんが死去したことが2日、分かった。71歳、東京都出身、スポニチ本誌の取材では都内の病院で3月28日に亡くなった。日本における坂本さんのマネジメント会社、キャブ、も認めている。20年6月に直腸癌と診断され、老廃などにも転移しステージ4と公表していた。1980年代に3人組バンド、イエロー、マジック、オーケストラ、YMO、で世界的ヒット曲を生み出した。映画音楽でも知られ、88年には米映画、ラストエンペラー、で米アカデミー作曲賞を日本人で初めて受賞した。晩年は癌闘病が続いたが、最後まで音楽作りに情熱を注いだ。坂本さんは映画音楽でも世界的な評価を得ていた。6月2日公開の是枝裕和監督作品、怪物にも提供。是枝監督が、長年の念願が叶った、というコラボだが、体調が思わしくない中での制作で、坂本さんは同作公式サイトに寄せたコメントで心情を吐露。すべての楽器の音階などを記すスコアについて、今回残念ながら、お引き受けする体力はなかった、と10回、監督からのたってのご所望で、ピアノ曲2曲を提供したとし、新しいアルバム、12、からの曲や、古い曲を使って全体を構成してくださった、と振り返った。映画音楽を初めて手掛けたのは1983年の、戦場のメリークリスマス。大島渚監督からは俳優としてのオファーを受けたが、音楽を任せてもらえるなら、出演します、と条件をつけ、快諾を得た。同作は英国アカデミー作曲賞を受賞。特にメインテーマ、MERRY, CHRISTMAS, MR, LAWRENCE は今なお引き継がれる代表曲の一つ。坂本さんは後に、大島監督が最大の恩人、とし、僕の人生はすっかり変わりました、と話している。センメリがお披露目された2カンヌ映画祭で紹介されたイタリアの巨匠ベルナルド・ベルトルッチ監督に請われ、88年には、ラストエンペラーに出演。撮影半年後に音楽の依頼を受け、2週間ほどで45曲を書き上げた。米アカデミー賞で日本人初となる作曲賞を受賞したほか、グラミー賞の映画音楽賞も獲得。米エンタメ界に大タイトルを初めて受賞した日、本人となった、ベルトルッチ監督とは計算作品でタッグを組み、90年、シェルタリングスカイ、では、ゴールデングローブ賞映画音楽賞などを受賞。その後も、2015年の、レベナント、ソエリッシャ、や、山田洋次監督の15年、母と暮らせば、など多くの話題作を彩ってきた、映画音楽について、本来向いていない、大げさな仕掛けで聴き手の感情を高揚させる音楽は苦手、と発言したこともあった坂本さん。しかし、生み出された数々の旋律は色あせることなく、人々の記憶に残り続ける、ネットの声。2014年に癌を公表し、闘病生活を送りながらも、40年の活動期間で作れていない、人生の宿題、になっているような、音楽がある、これぞ坂本だというような作品を作りたい。とおっしゃってた坂本さん、YMO のメンバーとしての活躍もさることながら、多くの楽曲を生み出し、多くの音楽人に多大な影響を与え続けた坂本さん、まだ志半ばとも言えるその人生に、幕を下ろされたことはとても残念で仕方ありません。ご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。